Ladies and gentlemen, welcome back to the OAH Radio. We're very happy to have you with us. I'm Niels Wigger, and now I'd like to give you the power and the word to Hide-san. はい、ありがとうございます。では、リビングリッシュ始めていきましょう。リビングリッシュとは、住むというリブ、英語のイングリッシュを合わせた造語で、日本で唯一の住み込み型英会話スクール、大阪イングリッシュハウスの代表、私、渡辺秀和と、今日はニルスがね、はい、前回に引き続き、ドイツから来たニルスが手伝ってくれます。ということで、この番組はですね、国際化に不可欠な英会話を気軽に楽しく、ちょっとでも興味を持ってもらえたらなと、そしてですね、ニルスの、ドイツ人やけど、すごい英語上手、ネイティブ級なので、彼の英語のリスニング練習もしながら楽しんでください。うん、はい、ということで、早速、今回も、ゲストちゃうね、レギュラーやね。レギュラーね。レギュラー。はい、枚方パートナーシップスから、笹川さん。どうも。はい、渡るさんです。面白い。自己紹介しますか？もういいんじゃない。ここなんかテロップだけ出しておいてくれ。テロップ出せる？ドイツ語で、バッシュライセイハロー、インジャーマン。ハロー。ハローイズハロー。うん。ドイツ語でもハロー。ドイツ語でもハロー。ハロー。ハロー is just ハロー。ハロー。Or ハロー。こんにちは is グーテンタック。グーテンタック。グーテンタック。ドイツ語ではグーテンタック。Good day. Guten Tag. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. おはようございます。知ってますね。知ってますね。大学の時にちょっとだけドイツ語習った。今思い出した。まさかの。まさかの。今役立つ？はい。数も数えられますよ。I'm sorry.素晴らしい。思い出した。それ勉強した、そういえば。素晴らしい。やりますね。いや、まさか大学で学んだドイツ語が、めちゃくちゃ昔やけど。もう何年も経って開花するとは。今ふと思い出した。急に。なんかあれでしょ、前回、ニルスの、ホームシティについてちょっと調べました。調べました。どこでしたっけ、ハノーバーね。ハノーバー。詳しくは前回の見てくださいね。はい、前回のやつ見てください。ここに何か出ますか。出るから出えへんと思うな。ハノーバー。出ますから前回のやつ。はい。ハノーバー、どうでした？ハノーバー調べて。ハノーバーね、なかなか素晴らしい。はい。綺麗な街。ビューティフルタウン。うん、うん。ね、うん。何歴史、ヒストリー、ハンドレッドイヤーの、市の建物。市の庁舎が100年ぐらい。なるほど。It's a government building. It's since 100. Yeah, we have very old buildings. すごい。We have 歴史のある、由緒正しい町みたいな。100年ぐらいの建物やったら日本に結構あるんじゃないですか。いやめっちゃありますやん、100年ぐらいやったら。言うたら平等院とかもえらいこっちゃで。それはめちゃくちゃ昔やけど、石でできてるしね、それ全部。なる作りが。作りが。ドイツのトラディショナルな作りが。あ、ほいで、まあ戦争いっぱいあったもんね。You have the many war history, right? Yeah, unfortunately, yes. ね、戦争でも残ってると、棒でも。素晴らしい。なる、それすごいね。素晴らしいところでしたよ。なるさすが。あとね、動物園がすごい。何がすごいですか？なんかね、ハノーバ動物園。ハノーバーズー、ジャングルクルーズ。Yes! ジャングルクルーズでなんか見るみたい。ディズニーランドみたいらしいよ。え？本当に。そんな規模？ズーと何？遊園地ってなんていうの？エンターテインメント。アミューズメント。アミューズメント。That amusement park. It's not in Hanover, it's Heide Park Zoltau.Hyde Park. Hyde Park in England, right? No, it's not in England. It's the biggest, actually, one of the biggest parks in the world, and it has the biggest wooden
roller coaster in the world. なんかね、木でできたジェットコースターが。怖そうやな。The fastest and the biggest. 一番でかいらしい。うん、あ、木のやつで。木の。まあ、中島スパーランドはあれより、あれより見たいですね。Maybe one hour away from Hanover. え、1時間ぐらい、ハノーバーから1時間ぐらい行ったところにあるみたいです。じゃあちょっと離れてね、郊外に。いや、すごい、いろいろ調べましたね。調べた、それ。さすが。動物園すごいな。そう、行った？チャイルドタイム。Have you been to Hanover Zoo? Hanover Zoo? Yes, a lot of times. ロット何回も行ってるって。Yeah, yeah, yeah.最後にいたのいつですか？ So many the last time. んってことで考えてる。Maybe 5 years ago? スクールトリック。5 years maybe? 5年前。まあ、yeah. 5年前でも。まあ、彼こう見えて、彼こう見えて、19歳や。この3月に高校卒業したて。この風貌の19歳。そうそう。ひげづらと。で、またやたらしっかりしてるから、それが面白いで。じゃあ何の話しましょう。何の話？あの19歳ということは、はい、卒業って何ですか？グラデュエイト。グラデュエイト。うん。Yes, I did graduate this year. This year. Yes. 今年。うん。この春。春。高校卒業したばかり。うんうんうん。めちゃくちゃ顔見たらほんまやっぱ若いな。若い。そう、そう、ちゃんと見ると可愛い顔。可愛い顔してる。可愛い顔してる。間違いない。学校は何の勉強してるの？What did you study? What did I study? A lot of things. いっぱいした。A lot of things. それはまあまあ高校やからね。5科目あるからね。いろいろね。My favorite was always was history. History. 歴史が。前回ね。時代。戦国時代が好き。No, we learn nothing about Japan in German school. 高校生の時に、まあ、ジャーマンヒストリー。うん、a lot of German history, but American history a little bit, slavery. そうなんだ。アメリカの歴史。Yeah. アメリカの歴史ってめっちゃ短いやん。American history, basically German history, and very much interesting. Germany is a very young country. How old Germany?Germany exists since 1949. 1949? Yeah. After Second World War. 1947年から。あ、若い国。え、ドイツで。ドイツで。Yeah, yeah. Before that, Germany was... それまでが、あれ、違う国の名前だったよね。So long, very long history, like maybe 800 years of German history. 800年ぐらい。But nobody is sure when actually it started that this is German history and this is not German history because so much happened. いろんなことが起こって。はい。And we don't know if it's really... This is the reason why Germany exists now. We don't know. ジャーマンがなんでできたかジャーマン人は誰も知らんっていう。So much luck and coincidence。お城に王様が住んでて、ちっちゃい国の集まりだったんじゃない？So you have many kings, then castles. Yes, yes. Then they have many original. Germany was like Japan. More than 250 little, really small states, and everyone was like, I'm controlling my state, and it took really long time to make all the states come together as one state. It took a lot of wars. だから、そのちっちゃい、さっき言ったようにやっちゃって一個になったみたいな感じでね。よくご存知、さすが大学時代習って、それは習ってない。でもなんとなくのイメージ。なるほど。ね、すごいね、面白いね。まあまああるでしょ。あの学校のあれが2つ。あの日本やったら小学校、中学校、高校やけど、ドイツは2つね。小学校と。そう、あ、分からない。高校というか、そう、わしは先生。ハイスクール？You can say primary school. Primary school. Primary school. 一年から。From year 1 to 4. 4年まで。4年生がプライマリースクール。And one and year 5 to 12 or 13. 5年から
12もしくは13。13年生までが、うん、ハイスクール。You can say high school. High school. Okay. It's not same, but you can say. なるほど。Yeah. Little bit difficult to name, give it a name. Because very unique school system. ね、スクールシステムが全然違うね。ね、日本とはね。Not American system. アメリカとも違うし、日本とも違うし。それいつから？それ知らんそんなん聞いても知らんし興味ありますそこいやないそうねうんで、more study、勉強いっぱいした Did you do hard study? For the topics I am interested, yes, like history, I study a lot. History ばっかりやな。And other thing, like topics I'm interested. Things I'm not interested, I did not study. そうやな、いわゆる成績表みたいなものがあるの。Oh, you have the paper of the each subject. Yeah, of course, but I'm fortunately not here now.持っては来てないけどねっつってここにはリストリー何点だ I'm going 9000 kilometers home and get it for you めっちゃ遠いけど取りに帰ったらあるけど どういうことなんだろう100点満点それともあの5段階 How did you get the score from each subject? Oh, what do you mean? So you have exam, right?、Then so exam score is your score or includingThe class. You have homework or no? It's you have every class in the last year of school. Mm-hmm. Only the last year, you have every class exam, but you have five extra exam, final exam. So in those five topics, you have two exam, one basic exam and one final graduation exam. The final graduation exam is double worth. Double worth.So more points if you're good. Really not good if you're not making many points. Because you need the points. なぜたくさん日本みたいにたくさん試験があって、でそれを取ったまあアベレージみたいな感じで成績が出るっていう感じかな。じゃめちゃくちゃ勉強せなあかんね。テスト。Yeah, you have to study a lot. まあでも日本も多いでしょ。毎学期最初に実力テストって中間試験があって。200点満点のテストで40点取らなければ OK みたいな感じでしょ。そういうことは。So the score at the borderline? Yes, we have a minimum of I think 300 points we have to reach. 300 point が何 for one subject? No, 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 for everything. Everything. 全部の教科で300。Just final exam 300 points. あ、最後のあの試験で300ポイント以下やったらダブル。で、300ポイントは何個のテストで300ポイント How many tests? Five. 5 科目で But those are only special subject with double points or we have three special they give three times points Three times point Yeah two give double points three and three give three times points Three times だから最後のファイナルテスト言った Third time. There are five final tests. Five and two give two give double points. ああ、なんか倍になったりする。よくわかる。クイズ番組。もう最後の問題は。And three give three times points. だから最後の三科目は三。Because they are more important. 指導の教授に全部。最後They are more important. なるほど。So, yeah. で、なんかあれでしょ今日もニルズよ。ニルズお土産持ってきた。Japanese famous food. Famous food. あの子供の頃はどんな食べ物、お菓子食べてましたか ？So when you were child,、what kind of snacks are you eating?We ate a lot of Haribo. Haribo, ね。あのグミやね。熊のね。熊のね。また、ガンゾウでも差し込む。Chocolate cookies. チョコレートクッキー。American style. じゃあ今日は何を?
どこで買ってきたんですか。どこで。これ今日ビオルネの前で買ってきました。なんていうところが売ってるんですか。これ京都から来てるアタっていうところですね。ATHA アタ。アタ。ポン菓子屋さん。車でポン菓子作ってるんですけど。へえ。ジャパニーズライスクッキー。ライスクッキーじゃないか。まあまあでもライスクッキーでも全然いけますね。アタさんは毎日出てはるんですか。いや、ね、毎月第2木曜日に来てるんですけど。へえ。といなら今日金曜日なんやね。ほんまや。なんでちょっと昨日事情がありました。今日にずれたんですけど。ああ、なるほど。木曜日です。なるほど。はい。Thank you very much。なんかパッサパサになる。Smells good。Smells good。え、いい匂いね。ライス&シュガー。ああ砂糖砂糖水だ、ね、はいはいオンリーライスポン菓子でも懐かしいね昔シュガーというより水飴ね水そうやね and water うんうんうん please please もうそもそもなんてもう喋られへんよこんなエナジー買ってきました今日ライスクラッカーライスクラッカーね。うん。I really like it. 今日は目が生き生きしてるから大丈夫。前回の納豆と梅干しさ違うね。納豆だって美味しい言うて目死んでたもん。そう。ね。前回実は美味しい美味しいって言いながらも撮影終わった後い嫌いって。もう絶対無理。素直に言えよって。なるほど。これは OK?Mm, very nice. Very nice. So, yes. Your first time to eat, right? No, unfortunately not. 初めて食べた。No. よかったよかった。よかった。で、これは日本ではよくあるお祭りとかね。うんうん。そういう時に。うん。So this is the traditional Japanese snack. で、especially for the festival. In the summer. なんか筒みたいなところに米入れて。そうね、ポン菓子ね。ね、で、ポーンって言うの。ポーンって言うの。So this snack name is ポン菓子。ポン菓子。うん。ポン、ポン is the sound. Yeah. ポン。ポン。いや、ノノノノノ。ポーン。ポン菓子やね。ポン。ポン菓子やね。大きい音しますよ。カランカランカランって金鳴らすなと。びっくりしたらあかんよ。ああ。本当に本当に。そうそうそう。So you can keep. Thank you very much.めっちゃよかった全然反応が違うほんまやほんまや、ね、はいじゃあ早速告知なんか持ってきたったっはい持ってきて仕事仕事はい、ビオルネでは1月3日、はい、新春大抽選会を行いますはい大抽選会はいビオルネですね、そうなんですよ、1月、ねはい、1日と2日少しお休みするんですけれども、はい3日の日にですね、はい、抽選会を行います、はい、レシート3000円ごとに1回抽選をにご参加いただけるということで、はい、一応ねレシートは年末の12月26日から、はい当日の1月3日までのレシートが対象でございます、はい、なるほどちょっと編集はよせなそうですね先着が一応200回あごめんなさい2000回ということになってますのであ回すんがそうなんですよ10時から玉が2000個しか入ってない2000個しか用意しませんのでぜひともですねレシート握りしめて大急ぎで来ていただきたいうまやね1人何回も回す人もいらっしゃいますよ、ね、そうなんですよねただ残念ながら1人30回まで切らせていただきますあら 30回ってことは3000円やから9万円、うんだ9万円以上のレシート持って行っても30回ですもう一回並び直したらごめんなさいもう一回並び直してもダメそうですねその時はちょっとまあ足りてるかと思う残念はい分かりましたかわいいイノシシのマークが目印、ね、来年イノシシ年なんですかそうですねイノシシ知らんかったジャパニーズエトうんエト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 アニマルズ for the year 12ああ、yeah. Which is this year? This year は This year dogyeah, I remember. Yeah. The next year, the wild boar. Wild boar. Wild boar. そのまま。そうですね。中国はなんか13なんでしょ。っていうね。パンダがおるとか。パンダがおるとか。猫がおるとか。タイの方行ったら猫がおるとかね。国によってちゃうっていうね。バラバラっていうね。ドイツはないよね。Yeah, we don't have it.Or not that I know. ロバと犬と猫と。それブレーメンの音楽隊じゃないですか。騎士やったっけね。鶏。ブレーメンの音楽隊。
なるほど。はい、じゃあそろそろ時間なんで、ニルス最後締めてください。Thank you very, very much for joining tonight again. Thank you for our guest. Thank you for our host, Hide-san. I'm very glad that you joined us tonight. I hope you had as much fun as we did. Mm. And we are very much looking forward to see you and hear you again. Yeah. Good night. Bye-bye. Bye-bye.